どうも、つむつむおしみたです。今日はね、こちらの、三が日セレクトボックスの1日目を、まあ、ちょっと引いていこうかなと思います。で、今回はね、まあ、そんなに、今日のガチャは、そんなにガチャ推奨ではないかなって感じなんで、とりあえずね、初心者さんとかは、まあ、マレスドラコニア、狙いで、まあ、マレス狙いでとかはね、なんか、全然ありだと思うんだけど、一応ね、このね、アカウントはね、マリウスが全然出なかったのと、あとガストンも育てたいからねっていうので、100万コインだけ引こうと思います。あんまガチャ推奨ではないんだけどね。まあ、どれくらい出づらいのかっていうのを体験しようかなと思って。なんかね、結構ね、なんか YouTube とか見てると爆死してる人がね、多いイメージだね、今回のガチャ。はい。マリウスだけ出づらいのかしら。お願いします。まあでも、今回の三が日はね、全部、爆死しやすいと思う。おー、出た！マジ？ 3 回、4回目？やった。やば。よっしゃ。めっちゃ嬉しい。マジか。普通に神引きだわ。神引きしてます。なんと。てか、今まで僕、マルエス全然出なかったのにね。まあ、でも、やっぱ三が日だから、まあ、それでも普通のセレクトボックスよりかは、どうなんだろう。でも、ちょっと、これはわかんないね。きついかもね。当たり枠がね、少ないのが結構きついと思うんだよね。ムーシュ出た。ムーシュ出ました。スキル3とかで強いって聞いたから、まあ、ムーシュはね、スキル3くらいにしたいね。OK。よし、100万コインなんて一瞬だよね。まあ、正直100万コインでマルス 1体出れば、1、2体出れば、まあ、それでいいかなって感じだよね。よし。てか、めっちゃ均等に出てない？被ってないんだけど、すごくない？ここまで被ってないのすごくないか、普通に。こんだけ引いて。全く、ほとんど被ってない。あ、被った。ムーシューでした。初被りではね。よし、皆さんはちょっと、まあ、でも引いてる人少ない気するけどな。あ、やったー！ジョアン来たー。ジョアン出ました。いいね、いいね、いいね。おいしょっす。マジか。なんか昨日さ、エラーでさ、2時間くらい格闘してたけど、ちょっと、ここに来て、オッケー、大丈夫だよね。オッケー。よし。あー、ルシファー、また出てしまった。振り出しに戻った説ある。4回目でマリ作るんじゃないまた。イデアね。ちなみに、ガストンと、あと、誰だ、この人いるんだ。プライドコレクションアースラ。ガストンとフラワーシンデレラと、あと、誰だっけ。あ、ラプンツェルのパスカルが汚いね。一応当たり枠的には。正直、ラップパスに関しては、スキル値から成長率ほぼないんで、まあ、ラップパスはそんないいかな。フラワーシンデレラかな、欲しいのは。ねえ、ムーシューめっちゃ出ない？なんか。ムーシューめっちゃ出るんですけど。悪女ゴーテル。よし、あと何連だ？あと、10連ないくらいかな。10連ちょっとかな、あと。あと10連ちょっとです。さあ、100万コインは意外と儚い。てか待って、ムーシューめちゃくちゃ出るんですけど、これ。てか待って、このままだと爆死だ。完全に。ちなみに出てないのが、プリンセスシレイキくらいか。でも今のところマレウスとジョーアンの鏡しか出てないね。当たり枠が。てか今回のね、三が日ガチャはマジでずっとこんな感じだと思う。強い積むが分散しすぎてて、あんまり当たり枠が出ないっていう、そういうガチャになってると思う。ビーンズかもね。ジョアン2体目嬉しかったね、地味に。ただジョアンさ、あー来た。オッケー。フラワーシンデレラありがたい。フラワーシンデレラも4くらいにしたいんだけどね、できれば。上振れてくれればいいんだけど。ムーシューレベルで上振れてたらさ。ムーシューレベルで上振れてたら、スキル4にできたと思うんだけどね。まあ。まあでも4回目でマレス出た時点で、まあそこそこ、おー、また来た、ありがとう。神引きか。よし、あと3連、あと3、3回くらい。おー、また来た。お、いいぞ、いいぞ、いきなり。いきなり引きがいい。悪女ゴーテルもめちゃくちゃ来るね、なんかね。ほい。よし、これでラス、あと2回か。あと2回くらい。ね、めっちゃ来る。
ムーシューめっちゃ来るんですけど、こんなに来るの。おお、狡猾な海賊。僕、あ、でも持ってたんだ一応。まあということで、100万コイン引いた感じだと、まあ良くもなく悪くもなく、まあ良かったかな、どっちかっていうと。てかムーシューが出まくったんだけど、まあスキル3の検証もできるし、これでフラワーシンデレラもそこそこ上がって、多分まあ3日以外でも復活する機会あると思うんで、その時にスキル4とか目指そうかな。で、マリウスに関しては、まあ、あとちょっとでスキル5くらいまで上がりそうなところで終わったということで、サブアカに関してはね、スキルレベル上げんくても、まあ、むしろ上げない方が助かるんで、ちょっとまあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。明日もね、100万コインくらい引こうかな。明日はもう、完全に爆死するの分かってるけどね。爆死というか、だって当たり枠が2体しかいないもんね。36、26体か。26体の中で当たり枠が、時代力とアナキンくらいしかいないもんね。あとまあ、侍大将くらい。まあ、コレクションで言ったらスパイダーマンも嬉しいけど。まあ、という感じなんで。はい。まあ、皆さんはスルー推奨でいいかなと思います。マレスが欲しいとかね。そういう方以外は。で、まあ、大体3日目だね。3日目にもうめちゃくちゃ引こうかなと思ってます。ということで、1日目はね、とりあえずこんな感じの結果でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。